さあ、いよいよ始まります。この一戦なあ翼、なんだい、ブラジルも日本、うん、だから何、今日の試合、うん、翼、あの子、うん、さあでもどう、うん、分かったぜ。行くぞブラジル、行くぞカルロス。ロングボールを送る。かかってこい翼。怒涛の攻撃を仕掛けてくるか。これが翼大空。エルドインスライディング、やばって振り切った。バティスタ君、センサーライン、ボランティアを攻め込む。力を貯めて強力シュート。これは乗せるぞ。止めた。さすが若林君です。パスを出します。抜かせ、ここは抜かせません。必殺のシュートでゴールを狙う。ジトー君、ここは身を挺して止めに行く。体で防いだ。さあ、よし、勇ましいそこだ。それ狙ったぞ。頑張って振り切った。連続突破で見せる。カルロスは気にするだけのこと。横にかわして突破。渾身の力を込めたファイヤーショット。これは反応しているぞ。KG 力、ボールはまだ生きている。パスを受けた。体ごとぶつかっていった。ヤスト君、ここは抜かせません。力任せか。ブラジルを舐めるな。スペースにパスを出した。バティスタ君、素早く奥に通す。体ごとぶつかっていった。そら、アーサー君、ボールを狙うも届かない。ゴーゴーファイヤーショットが火を吹いた。芸術的なセービングだ。すまんな、ケイジーには。大丈夫、さあに。もちろん。なんだか不思議なよ、うん、あんなにサッカーを頼む…俺？ああ、そうか、だったら…ふん、ああ。ブラジルの中盤、翼以外にこんな奴は。ミサキ君、スルーパスを狙う。アズレート君、ブラジルの形だけ真似てもダメだぜ。もらったぞ。ドリブルでドロップ。チャージが決まった。前半の時点で15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開。さすがはブラジルのキャプテン。タックルを止めた。ダイレクトでパス。スライディングで止めた。ここは抜かせません。シュートを放った。俺は諦めたりして行くぞ。翼、今の、おお、翼、それどうだ。フェイント、チャージが決まった。サルガド君、素早く横にかわす。ブラジル、カナリア軍団、ここで怒涛の攻撃を仕掛けてくるか。バティスタ君、力をためて強烈にシュート。止めた。さすが若林君です。キューガ、おっと、攻守交代だ。チャージが決まった。ヒューガ、ヒューガ君、素早くつなぎます。どうだ。これはゴールだ。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。ゴールだ君、ここは抜かせません。マーサー君、激しいタックル。ここはパスを出した。これが俺のブラジルサッカーだ。もらった。マーサー君、このスライディングが決まった。チャージが決まった。ミサキ君、センターラインを越えて攻め込む。何？それ、
マサオくん、クロを狙うと届かない。体ごとぶつかっていった。おっと、フェイント。アルベルトくん、スライディングでカット。俺は君に勝つ。もらった。フェイント。ヒューガくん、センターラインを越えて攻め込む。これがタイガーショットだ。こいつは痺れるシュートだね。みんな相手も、はい。翼。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに行く。サルガド君、激しいタックル。ブラジル、かなり横断。ここでノートの52ページ片桐、俺のロベルト、ヤッホー。体、この体勢は天高く足を振り上げ、全身開き割るシュート。必殺のシュートを放った。翼くん、いきなりエンジン全開だ。芸術的なセービングだ。アルベルト君、ここはパスを出した。俺は負けられないんだ。翼君、これは南米式のゲームだ。ボールは友達、渡しません。メンデス君、タックルを決めた。チャンスが決まった。サルガド君、ボールを奪うことができません。翼くん、うわあ、これはまさかの合体。混成、これが鍵の力だ。いっけー、このボールに飛びつく。な、何、あーっと、こっと、へ、ナイスキャッ、ああ、だが、パントキック、どこまで運べるか。翼君、素早くつなぎます。センターラインを越えて攻め込む。ここからチャンスを作れるか。ああ、このシュート、ネオドライブシュートのネオ、これが神の力だ。いっけー、プレーの誕生だ。これを正面から抑えに行く。ケイジーニョ君、ボールはまだ生きている。行け、サルガド君、素早く横にかわすな。あっと、奪い返した。それ、君との戦いには負けられないんだ。どうだ、突破。ここでスルーパス、体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。繊細なタッチでかわした。ここだ、三崎君、絶対に決めるぞ。なんとかボールに食らいつく。ボール隅に決まった。このゴールでチームにリードをもたらします。
ス君、パスを出します。激しいタックル、お箱のヒールリフトだ。これは南米式のドリブルだ。翼さん、ボールは何渡しません。あ、このシュート、ネオドライブシュートとネオタイガーショット、これが最後の力だ。いっけー、横っ飛びで鋭く反応、あ、止められない。まさに逆転刺激でゴールをゲット。行け、体ごとぶつかっていった。すでに後半も半分が過ぎた。ここからの視点は非常に大きな差が出てます。翼くん、これはドライブシュートだ。最新の力を込めてシュートを放った。よし、このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックを突き破りゴールへ。全日本コーナーからどう狙ってくるか。さあゴール前、このセンタリングをものにできるか。これは一騎打ちだ。空中でぶつかり合う推進力、これを止められるか。軽々とこれをキャッチ、パントキック、どこまで運べるか。バティスタ君、ロングパスを受けます。翼くん、ここは抜かせません。このタックルは不発に終わります。翼くん、これは南米式のドリブルだ。うわあ、これはまさかの合体、今世紀最大のシュート。これが最後の力だ。いっけー、ここだ。このシュートが反応している。まさに一発の一撃でゴールをゲット。ジャンプ、三崎くん、激しいタックル。翼くん、お箱のヒールリフトだ。サルガドくん、ボール出す成功。カルロスくん、ここからチャンスを作れるか。強烈なバックスピンをかけて必ず打ち抜く。このボールに飛びつく、止めた。さすが若林くんです。ここパスを出した、パスを奪い返した。カルロス君、あ、必ず打ち抜けで迎え撃った。止めた。さすが若林君です。鋭いスライディング、カルロス君、シュートまで持ち込めるか。ゴールを打ち抜く、これを止めた。許さん、さすが天才キーパー若林君。ボールダッシュ成功。くらえ、ボールに、ゴールを打ち抜く。トムラ、横っ飛びで鋭く反応。若林くん、これはキャッチできない。石崎くん、これをトラップ。キューブ、ダイレクトでパス、ワンタッチで送る。ここは抜かせません。ロード、まだ守備の体勢が整っているので体ごとぶつかっていった。ワトくん、ここは抜かせません。これは何でしょう。ボールは友達、渡しません。これは最強の力を込めたドライブシュートだ。あっと、これを弾いた。ルーカス君、このボールを拾います。これはタッチを終わります。スローインからの再開です。ルーカス君、激しいタックル。ここでタイガーショットだ。このボールに飛びつく、ケイジーニョ君、ボールはまだ生きている。パスを受けた、チャージが決まった。このタックルは不発に終わります。ゴール前に上げた、俺たちの空中だ。スカイラブ回転だ。天高くないボールを打ち下ろした。ここだ、ケイジーニョ君、よく飛んだ。キーパー、これがスカイラブ回転だ。見たか、劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。